った。本日の山瀬理央の北欧学は、メイのクリスティーナがノルウェーから3年半ぶりに帰ってきたということで、日本とノルウェーの違いだったりとかびっくりしたことなどを聞いていたんですが、今回は、ノルウェーの政治のシステムについてちょっと聞いてみたいなと思います。質問が来てます。オーストラリアでは東京に行かない。やばい東京には行かない。そう投票に行かない人には罰金。これはね、ロンドンもそうだ、イギリスも、はい、国の一員として参加してないっていうことで罰金っていうね、ことがあるんだけれども、そういうのがノルウェーはあるんでしょうか。特にね、日本は若い人が選挙に興味がないっていう声をよく耳にするんですが、家庭や友達と選挙や政治についての話をしたりしますか。ノルウェーの選挙のやり方もね、ちょっと質問が入っています。日本では街頭演説とか、街宣車で候補者が自分の考えを訴えるスタイルを、一般的なんですが、ノルウェーではどうなんでしょうか。とっても面白い、はい、聞いてみたいと思います。そうですね、はい、まず罰金なんですけれども、罰金は特にないです、はい、投票率すごくない、ノルウェー。あ、そうですね、80は超えます、うん、はい、ちょっと下がるとみんながなんかすごいショック、はい、この前数年前の選挙で79だったんですよ。それでみんながっかりしてすごい嘘だろ若い頃から選挙っていうものに対してみんなも興味があるし、教育もそういう風に。そうですね、教育がもう小学校から結構その政治に対する意見とか、本でも書いていた。あ、そうね、確かに高校生とか、そうですね、選挙があるみたいな、はい、そう、投票権がない高校生でも、はい、学校で模擬選挙っていうのをやって、でその結果をメディアが報じると、でその結果をいろいろ国民が議論するっていう流れがあります。なるほどね、はい、これからの国を支えていく若い人たちの意見っていうのを大人たちもちゃんとこう見てるっていうのは、なんかこう一体感があっていいですよね、はい、じゃあ、2番目の若い人っていうのは、はい、選挙に、興味はもちろんありますよね。そうですね、小さい頃から政治について話したりとか、家族の食卓で政治の話とかしたりとか、はい、全然普通にあることで、子供の頃から結構その話題に触れて、そうか、こういう議論があるのか、自分はどう思うかなっていう考える癖がついて、投票率が、79% ですごいがっかりされるぐらいだったので、ほとんどの人は言ってると思います。うん、日本だと政治の話とかはしない方がいいみたいな。そうですね、あとなんか政治の話になると難しくてわからないとか、どうでもいいっていう人が多いかな。実際興味もないかもしれないし。そうですね、あと行ったことないっていう人がいたりとか。ノルウェーは基本から違うっていうのは、なんかちょっと面白いですね、はい、教育がすごく大事っていうことで、はい、じゃあ意見の違いとかがあっても、はい、どう認め合うみたいな、はい、議論っていうのを結構小学校から本当にトレーニングしてるので、はい、意見が違うっていうことが悪いことではないっていう価値観なんですね、うん、なので例えば意見 A、 意見 B があって、はい、うん、私たちは意見が違うということだけは意見が合ってますねっていう結論に至るんですね。なるほど、お互い意見が違うから否定し合うんじゃなくて、意見が違うけども一つのチームなんだよっていう、なんかいいね、それ。そうですね、対等ですよね、はい、ノルウェーでは自分の生活に直結してるっていう、ね、そういうイメージなのかな。さっきその街頭演説するんですかって質問項目もあったと思うんですけど、ノルウェーは街頭演説はしないんですけど、選挙カーみたいなのもあるんですけど、はい、何をするかっていうと、町の中心部に政党ごとのテントみたいなのがいて、でテントスタンドですよ、すいません、選挙スタンド、あ、選挙スタンドいろんな党が隣り合わせに、向かい合わせにそこの地区に行って、全然違う政党が隣り合ってて、なんかそこで話したりもしてるんですね。なるほどね、はい、あとなんかいろいろコーヒーとか配ったりとか、ね、私はなんか選挙スタンドはなんかコーヒーとクッキーが食べる場所ですね、はい、コーヒーとクッキーを食べながら、話を聞くとか、はい、議論するっていう場になってます。ちゃんとコミュニケーションを取って、 その人の話も聞くし、その時にどう思ったかをこうやり取りできるっていうのはすごい健全な感じが、そうですね、はい、議論の場がしっかりあって、その候補者がどういう人なのかを知ることができる。あと結構違いとしては、ノルウェーは結構小さいんですよ、その選挙の論点が。あ、日本は、はい、例えば LGBT 法とか、なんか男女平等とか、あ、すごいなんか大きい枠で、そうなんですよ、システムの根幹に関わる問題が論点になる、はい、ノルウェーは結構歯医者を健康保険に入れるかどうかとか、道路の交通量だとか、それがメインテーマとかだったり、
うん、私もなんか前見たのは皆さんが討論してたのが、保育園を無料にするとかしないとか、はい、あと施設化とか、施設化とか、はいはい、でそれがなぜかっていうと、あの著書にも書いてたんですけど、はいはい、基本的な国の根本の部分では、うん、ノルウェーはこういう国であるべきだっていう、全部の政府が合意してるんですね、国民も含めて。あ、そこがもうちゃんとベーシックにあって、はい、そうですね、でそこからその上の細かいところをどうするかっていう、はい、そういう、なんか、はい、なので結構政権交代も頻繁に起こりますし、うんうん、根幹ではない部分なので生活に近い部分に関して投票ができるっていうところで、ええ、興味がある人が多いのかなって思います。あ、それは確かに、まあ、歯医者とかも、うん、病院に行くみたいな健康保険に入ってなくて、はい、ちょっと高いんですよ。あ、はい、でそれを18までが、あ、18までは無料なんですけど、ね、大人ですね、大人が、大人が高いんです、歯医者は、はい、でそれを歯医者を安くしないっていう、あの政党がスタンドで、うん、砂糖いっぱい入ったお菓子とか配ってたりなんかそれちょっとすごいって面白いですね生活に直結するっていうところですごく印象的なところってあります？で私が移住してから1回、はい、選挙があって、その時、その後政権交代したんですよ。政権交代する前は、右党っていう党だったんですけど、はい、今は労働党に変わったんですね、うんうん、その右党っていうのは、はい、結構その私立の幼稚園をたくさん増やして、うん、老人施設とかも増やして、はい、有名人に選択肢をたくさん持たせるべきだっていう党だったんですね。あー、なるほど、はい、でそれがいやいやってノルウェー国民の、まあ、過半数が、はい、あの思ったのが結構印象的でした。ノルウェーは社会保障がしっかりして、うん、はい、そういう生活の根幹に関わるところが施設化が増えてしまったらそれでお金儲けする人たちが増えてしまうという意見だったのがなかなか興味深かった。そうですね、面白いですね、はい、選挙はオンラインどんな感じですか？カードが来て、はい、カードが来るっていうのが郵便ではなくて電子になりました。ただ、はい、選挙自体は行って、うん、チェックを入れるんですけど、あつらって書いてあって、うん、はい、でその入れる、うん、大学に投票できる場所があったりとか、うん、あと駅の近くとか、あ、便利、はい、そういう場所に設置されることが多いですね。面白いですね。いかがでしょうか皆さん、日本もこれからいろんなね変化をしていくと思うんですが、一つの参考になればと思います。本日は、メイのクリスティーナにノルウェーの選挙のことについていろいろ聞いてみました本日も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また質問などございましたら下のコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた、アデブラー。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。Be safe!